はいどうもこんにちは。ちょっと今日、まあ、ちょっと今回の動画は変なのやります。変なのかな、変な話。あの大谷翔平さんね、すごいじゃないですか。もう日本人の記録32本のホームラン打ってね、もうオールスターでね突入するのかな、ホームランダービーですかとかね、素晴らしい活躍ですよね。なんかオリンピックよりも逆に盛り上がってるんじゃないのかなと思うぐらいですけど、まあそんな大谷さんにね、なんか私とデートしませんかってこうプラカード持ったアメリカ人のね、外人のちょっとキュートなお姉さんがいるんですよね。大谷翔平に私とデートしませんか、女性ファンの熱烈すぎる反応が応援ボードに日米ほっこりってやつですよね。打って投げて大活躍の大谷選手、その姿に女性、現地の女性ファンも虜になっているようです。このところ話題を集めているのは、本拠地エンゼルススタジアムで中継の旅に移る一人の女性。先日彼女が掲げていた応援ボードはなんと、翔平私とデートしませんかと日本語を織り交ぜ熱烈にアピールする内容でした。ボードには自身のインスタグラムのアカウントもちょっかりついています。だから積極的ですね。やっぱりヤンキー娘って感じですね、そこら辺はね。この女性はカイリー・リンクさん。あ、カイリーっていう名前だね。カイリー・ミノーグなんてね、アーティストいますけどね。カイリー・リンクさん。日本のファンからも注目を浴びる存在です。自身のインスタグラムにも、今回の応援ボードが映って今アップし、こんなメッセージを添えています。この男性のために全力投球よ。そうしているうちにすごく楽しい時間を過ごせるし、素晴らしい人たちの出会いがあるのだから、写真は他のエンゼルスファンとも笑顔で写っており、大谷選手を応援するファン同士の交流が生まれた様子。投稿にはアメリカのファンから可愛いね、これ最高だよ、連絡があるといいね、などとエールが送られていました。また大谷選手を誘う応援ボードは以前から話題になっており、日本ファンからもデートできるといいね、もはや名物、日本でも有名人のようだとのコメントが寄せられていました。イチロー選手のヒット数をカウントしていた1メーターの作成者、エイミー・フランツさんのようにかつては名物ファンになっていた女性もいます。リンクさんもこれからますます有名人になるかもしれませんっていうので、このカイリー・リンクさんなんですけど、大谷選手とデートできるかちょっと占ってあげようかなってちょっと僕は思って、ちょっと占ってみまして。まずですね、残念なお知らせから入ると、大谷選手とでね、この方リンクさん、カイリー・リンクさん、ね、大谷選手とカイリー・リンクさんなんですけど、相性はねあんま良くないんですよ、残念なことに。でですね、じゃあカップルになるかどうかっていうことなんですが、この2人の関係性ってやっぱり大谷さんの方が強いですよね。すごく強い、プライド高い人です。だから大谷さんから自分から行くことはないんですよ。だからね、カイリーさんがね自分からデートしてくださいってやってるのは、もうここは正解なんですよ。この彼女の方からこう下から行く方が、まあ可能性としてはあるんですよね。でカイリーさんのね、もともと持ってるお知らせ、もう本当になんか人見知りあんましない人です。穏やかなというか交流関係っていうかね、人付き合いがとても上手い人ですよね。ただ一回恋に落ちるともうこうなってしまうっていう人ですね。大谷さんはね、恋愛には奥手なんですよ。自分から行かないんですよね。ただやっぱ自分はしっかり持ってるので、後々自分のペースに持っていくので、最初はカイリーさんがグイグイ行った方がね全然いいです。今のまんまでグイグイ行ってほしいですね。それでグイグイ行って、付き合い始めて仲良くなっていったら大谷さんが引っ張っていく感じに変わっていくですかね。だから今のうちこの今の戦法は間違ってないですね。じゃ友達としてはどうなのか。まずね、このカイリーさんはね、気遣いとかね、本当に人に対してのねケアがものすごいできる人ですよ。優しいし。ただ大谷さんはね、あんま人付き合い得意じゃないです。あまり簡単に人を信頼しない、信用しないので、自分の力を一番信用してる人、自分のことを信用してる、そんなにねあんまりね深い付き合いをねむやみやたりにしようとしない人です。あんまり自分から心は開かないですかね。表面上のね仲良くする人はいっぱいいるんだけど、
心の底ではちょっと疑ってる感じですかね。なかなか本音は出さないですよ。本心は出さないです。信頼関係をものすごく大事にするのが大谷さんなので、すごくね、向こうがね、積極的にカイリーさんがね、リンクさんがグイグイ来て、すごいこの子いい子だなーなんていう風に大谷さんが思ったら心開きます。だからそれまで心開かせるまでもうアタックし続けるってことが一つの手ですかね。まあ最初はね、ちょっと冷たい感じであしらわれるかもしれないですけど、でも一旦心を開けばもう本当に信頼関係ができるのが大谷さんの星なので、まあそこまで頑張っていただければって感じですかね。こんな感じでよろしいでしょうか。もしよかったら、チャンネル登録してください。ではでは。